どうも、ルシュナモです。どうも、ルシュナモです。ミュージャック理系の夢を叶える時が来たのでやりたいと思います。よっしゃ。皆さんね、やっぱ 1+1 についてやっぱ真剣に考えたことありますかっていう。あの、 1+1 の証明って難しい。これどうなんですか、難しいですか。これ A4 で、うん、多分100枚ぐらい。マジで、はい、ガチで言ってる。あ、これガチです。はい、あの、だってまず足し算とかの定義の話をしないといけない。そうなんですよね。これだから非常に難しいことを小学生たちはやってるってことです。そういうことです。もう普通に大人が見たら、いや 1+1 イコールって書いたらもう100枚先にやっと答えが出てくるようなレベルのものを、まあ、パッとやっちゃってる。しかもなんかそれを機械的にやっちゃってるっていうことだよ。それ非常に良くないね。本質理解ではない。俺らも理解してないけど。はい、まあ、というわけでですね、はい、まあ、今回はそんな教育界に一石を投じる企画、はい、24時間かけて 1+1 してみたーよーしゃー。はい、今ですね、この部屋一面にですね、紙を敷き詰めましてですね、はいはいはい、今から24時間かけて 1+1 を展開していこうじゃないか。なるほどなるほど。まあでも本来あるべき姿、あるべき姿。現在時刻朝の7時です。早いね、はい、本当に早いですわ。この3人で、まあ、ローテしていくっていう。ローテしていくってことね。はいはいはい。で、あの、理系が 1+1 を本気出したらどうなるのかっていう、そこも見てもらえたら、ね、そうね、そこも見てもらえたらいいから。何ヘクタールいくのかっていう。いやー、それヘクタールまでいったらえげつない。ヘクタールまでいったらえげつない。さあ、それではやっていきたいと思います。気をつけーねー。お願いしまーす。さあ、あの、書き初めやからね、ちょっと緊張するな。位置についてー、よーい、ドン。1+1 ははい、始まりました。始まった。いや、これどうするかな。まずでも僕の思い思いの展開でいいってことは、これ もちろんそうです。もちろんそうです。もちろんそうです。もちろん、ただ一つ言うと、同時変形しといてほしいってことだけ。一旦サインでやっていい。サイン2乗2シータプラスコサイン2乗2シータ、はい、足すことのサイン2乗シータプラスコサイン二乗シータ、はいはいはい、これ合ってるよね。あ、シータが何かって。あ、いや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 、それ大事よな。じゃあ、0以上シータ2杯でいい。ラジアンって何かみたいな話もしたらあかんけど、ちょっと炎の空気読んでもらって。はいはいはい。2サインシータコサインシータの2乗よ。の2乗。2コサイン2乗シータ引く1引く1は2、あの、コサイン2シータです。で、ここは一旦、あの、1引くコサイン2乗シータにしよう。で、これで、あの、一旦ちょっと消せるっていう。ちょっと消せるよね。賢いですね。賢いかどうか。程よくコントロールする。はいはいはい。で、これ、ここはね、ここは。まとめるって作業は危ないよな。確かにね。まとめるって作業は危ない。カッコマイナス E の i π 乗。足すことの。もう一個の1は違う表記してみる。E の 2i π 乗とかですね。ああ、そうね。え、俺らこれ何分やる ?24 時間。これ24時間やるらしいっすよ。いかれてるで、うん、で、サイン2乗シータプラスコサイン2乗シータが、うん、1なんすよね。あ、1なんすね。おお、これ0になっちゃうじゃないですか。0になっちゃうね。プラス計算合ってるんすか。大丈夫かな。大丈夫。結構今かなり滅されたな、あの式。足すことの E の 2π 乗 2iπ 乗、 2iπ 乗やから、それ 2π プラスi サイン 2π、 i サイン 2π とプラス、i かける、うん、サイン 2π、マイナスサイン π、 サイン π と。和積の変換公式一回やってみると思うじゃないですか。と思うっすね。積分ね。あ、うまっ。マイナスサイン、マイナスサイン、うわ、ごめん、繊細やなこれ。天才やん、この式変形。この式変形、天才やん、お前。なるほど、出ました。マイナス3x プラス i と。すげえ。これは解こうとしたら戻ってくるもんな。ジレンマすぎる。こっからやねんな。こっからやねんな。まあ、片方だけ計算してみる。じゃ、僕はこの x を、ちょっとね、こう、分かりづらいんで2分の1t と置いてみます。そしたら、簡易簡素化される可能性ある。なぜ、視聴者の皆さんが思ってる以上に、はい、俺ら本気やんな。はい、もう本気ですよ。俺ら本気やで。みんな思ってこれ本気でやらないとマジで間違う。これ間違うか。 C の2分の
3π2dp プラス 3πi。 はい、たくそー。じゃそろそろここからじゃソロプレイに入る。いいよ。じゃあ電源からいくか。でここからね、ちょっとソロ当番制でいきたいと思います。合ってるよね、ここまで合ってますよね。なんで鼻落ち完成気分したんや。うわ、つくもうほんまちょっとやばい。なんで間違ってるねん。姫、好き好き大好き姫。おや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 。1+1 はですね、なんと2分の3プラス2分の1だということが判明しました。2分の3プラス2分の1、まあ確かに。江口。この辺数列ですね。この辺数列の極限的なやつですね。ピーって言って2の N 乗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 って2分の3足す2分の1。おお耐えてるこれで、2分の1かける3足す1で、ピー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 1、2、3。この辺チョコ材な式変形がありますね。このなんでここまでこんな食っちゃっとんねんっていう。ここで2分の1かける1かける1足す2足す3は底辺の長さが1、2、3の三角形の面積の合計。なるほど、三角形 AKBKCK とすると、ここから三角形ゾーン、こっから一辺が1の正方形を取り除くと。やばいやばいやばい、かピカソみたいなことしてる。というわけで今現在開始からね、2時間ちょっとなんですけども、なんとですね、 1+1 でつまずいている男がここにいます。大阪大学数学科キムヒョジュン、なんと 1+1 でつまずいている。小学生でも解けんねんぞお前。あー助けてお前その状態で俺に絶対渡すなよ。助けてよし。はい、ちょっとね、お昼時なんでね、インゼリーエネルギーブドウ糖を飲んでいきたいと思います。まあ、ゼリーなんで小腹満たしにめちゃくちゃちょうどいいっす。あとパウチ式なんで手も周りも汚さず飲めるっていうのがね便利だなと思っております。受験生の受験のこの試験と試験の合間とかね、ぜひこれね飲んでみてください。現状2分の1足す6分の5足す3分の2、これはつまり、やめてくれ、まだ早いんだ。 4.9 分の 9.8 っていう窮地に追いやられてしまった。ギリギリやな。重力加速度 4.9 分の 9.8、 ギリギリの戦いを強いられてる。バイオ力使って G 書き直す。あー、なるほど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 。宇宙方向に展開していく。宇宙方向に展開していく。いいな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 い。まだです、まだ昼の、なんていうの、ベルトコンベアに乗せられてる感覚ないけど。ベルトコンベアって何？次の順番にしようっていう。よし、交代や。49分の98は踏襲して書いていきたいな、できれば。あの、俺離れたくて、離れたくて離れたくてちゃうことやろうとしてるんだけど、結局なんか49分の98に返ってきちゃうっていう。82SO4イコール98。すげえ、いやめちゃくちゃすごい展開それは。よく抜けましたお前。 H2SO4 98。49ってなんかないかな。マジでクソどう、なんかこの式こうかけますよね、はい戻しますっていう。この式こうかけますね、はい戻しますクソ無駄なようなほんまやってることやってること。あかん。 2.7 分の 5.4 です現在。ここでネイピア数 2.71 に次いきます。おしかもこれだってイーブンの2って書いてある。イーブンの2は壊れよっていう。イーイコールなんとかかんとかより、ウンタラカンタラなんとかかんとかなんとかかんとか、これは不定形でありなんとかかんとかで。あもうなんか言い訳つけて終わらせない。そう、言い訳つけて終わらせない。キム頑張れ。はい。
今何やってるの？なんか x2 乗プラス1分のってのができたんで300自体痴漢してます。さては無意味痴漢。まあ無意味痴漢ですけど、でもさ、この企画において一番大事なのってさ、無意味を意味あるように見せる技術みたいなとこない？そうですね。とりあえず27分の54も経ってないか、28の方がいいなと思ったんで27分の56にちょっと通分しました。27分の54じゃないですか、うん、28分の2変えたんですよ、はいはいはい、そしたらここがなんとちょうどいいことに1512と1512で1になって、うん、28分の56になったんですよ。当たり前やろ。で28完全数なんで、うん、1、4、7、12、8って分けれて、うん、28分の1、14分の1、7分の1、4分の1、1になった。あ、なるほどね、面白いやんこれ、うん、で28っていうのは2の2乗かける7じゃないですか、うん、整数 ABC を使って2分の A プラス2の2乗分の B プラス7分の C って書けるんですよ。なるほどね。だからこれをブームズ分解、そうですね、したんやね。気が違ってるわこの計算。はい、じゃあ僕いきまーす。これはなかなか難しい問題作ったな、我々。じゃあ何でも解くことをしてるはずなんや、我々。それを作れとは誰も言ってない。伝わるかな、視聴者に。この永遠深夜みたいな企画なんや、これ。わかるかな、これわかる。空気感が永遠深夜なんや。今深夜2時なんやけど。いや、マジで。すでに8時間以上続いてるから。というわけでね、今回の僕のターンはこんな感じですね。天然下の電位の輪みたいな感じでやりましたね。マジで何してんの、ほんま。マジで。A 分の KEQ イコール T とするととか、もう意味のわからへん。意味のわからへん。この式はこのままだと煩雑なので、ここで別の状況を考える。煩雑ではないけど。煩雑にしてんの、お、自分たち。自分で煩雑にして路頭にさまよう。はい、足上げて。行き止まりました。ミューダッシュ GT 分の2、ミューダッシュ GT になりました。そろそろ気づけよって感じですよね。そろそろ答えに気づけよ。間違いない。ここで T を電気振動における時刻と捉えてみる。発想が豊かすぎるやろこいつ。正直この年になってくるとかなり考えるってこと自体がしんどない。それな。このインゼリーエネルギーブドウ糖を飲んだら、ブドウ糖一瞬で補給できるので。そう、しかも何がって美味しいんよねこれ。しかも一旦結構補給できたなと思ったら、これリキャップできてね、保存できるというのが非常にいいということで、ぜひ皆さんね、受験生とかね、勉強してる方いっぱいいらっしゃると思うんですけど、もうそういう時にこのインゼリーおすすめです。ユニバー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 、これですよ、セーブポイント。セーブポイントこれです。電気振動における T と考えてみる。電気振動というのはプラス9マイナス9で溜まったものが一定時間後マイナス9プラス9になるっていう、まあ、米式に代入して計算するとちゃんとおーこうなる。戻れました。ヒヤッとさせることして、ヒヤッとさせることしてちゃんと辻褄合わせてます。はい、QT 分の 2QT になりました。終わった終了と思うや。Q ってこの形なんですよ。 QT って A サインルート LC 分の 1T 分の、こっちはね、コサインの形で書く技が。ここからどうするかやな。例えば一冊一やるのに比喩持ち出した。トゥリース。これどこら辺まで使わない。え、思いに変形するっていう。いや、なんかさ、56分の56足す56分の56って言うと、もう2やん。振り出しになってるって。ちゃうて、何言うてんの、まあ、そこまでの必死な計算があったから、お前。もうそれ、金庫やで、お前。絶対言ったら、お前、この動画で。はい、というわけで、今、現在時刻は12時過ぎですね。夜の。中間発表しまーす。はい。3、2、1。でーん、はい、こんな感じでーす。じゃあ面積で言うとこれ何平方メートルやろうな、これ畳、これでも畳1枚ぐらいじゃない。畳結構だから畳8枚じゃない今。
いやこれマジで理系の絨毯やろこれ。いやマジそう、はい、というわけでちょっとね軽くじゃあ前半戦の歴史を振り返っていこう。はい、まず1枚目がねこういう感じですね。三角関数ゾーン、そう三角関数ゾーンですね。この辺がですね、大体無限級数および幾何ゾーン。そしてこの辺が物理ゾーン入ってきますね。この辺が物理化学ゾーン、ここ入ってきました。物理化学ゾーンね、はい、はい、でここら辺でキムさんの華麗なる展開、それはね部分分数分解のゾーンです。全部にこう歴史があるのよ、このストーリーがあるのよ、ここにはあるこれ電磁気です。電磁気ゾーンもある、はい、天然か球が作る電位の輪とか書いてるんでこれ電磁気ですね。でここで、ちょっとまた力学入りますね、摩擦、でここでまた電磁気、電気振動でここから電気振動トレンド入る。でなんかあのこの辺補足がありますね。ルートに無理数な証明クソいらんクソいらん余白見たかっただけね。こっから僕が念願さんの引き継いだんですけど、うん、先輩からの引き継ぎこれだよ、これだけだったんで、この A がこの 1+1 の答えじゃないですか。それこのラージ A は 1+1 のをラージ A で置いてるよね、はい、気づいたんですよ、うん、A の範囲求めてますよ僕。おおよって A 大なり0って書いてるね。 A が正だということが分かったんですよ。素晴らしい素晴らしい、これねA と B が I これまで実数じゃないですか、判別式使ったら A が正だった。 A のなんか定義が絞られてんだこの辺 でルート2の範囲ちゃんと絞ってこれですね。 A が A が0から3であることを言ってることで A0 から3 0から3です。おだから答えは0から3の間や。はい、そうです。突き詰めてる突き詰めてるじゃあちょっとね集中がてらインゼリーを注入していきたいと思います。よし、じゃあ1+1やりまーす。はい、というわけで時刻は2時半です。今回の僕のパートはキムさんのこの辺から始まってからのこっからですね、って感じで、これフーリエ級数やって区分級積行って、なぜか熱力学行って回転体行って、なんでここまで来ましたね。やっと電源図ターンですよ。はい。これマジで50浪ぐらいしとるやつの部屋やなこれ。今からの1000人の部屋やってこれ。今からが一番きついだよほんま。これマジで何十浪しとるやつの部屋やな。730浪ぐらいしとるわ。これマジで時と精神の部屋やなこれ。よし、とりあえずここまでですね。キムに渡しましょうか。4時半、朝の4時半です今。内積の計算を一通り加えまして、まあ、この式なんですよね。 1+1 を同値変形した式がこの式です。でそれを計算していくと、コサインシータ分のルート16引く2分の1サインシータで、シータは0小なりシータ小なり2分の π を満たす角。ディーン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 。どうも、何時間かぶりにこの光景を目の当たりにしたんですが、まずは先人たちの歴史を読み解いてからいきたいと思います。あ、なるほどね。よくやった、よくやったぞ。お前が繋いだバトンは皆に勝利をもたらす。はい、というわけで時刻はですね、朝の7時ということで、ラストスパートやっていきたいと思います。せいせい。でも意外とね、ちょっと早かったな、ここまで。そこわかる。頑張る、頑張れ。意外とだと言ってると楽しいっていうのがあるんだ。あれれあれれれれれれ。はい、というわけで、ですね、なんと 1+1 がですね、今ですね、なんとログ2足すルート3分の π こうなってしまいました。残り時間があと30分ぐらいなんですけども、なんとかして2に強制送還したい。いや、2とか言ったらまだわかんないですよ。 2かわかんないですけどね。 1+1 がおかしいなと思うのは、ここにログが出ちゃうっていう。いや、ログは出ていいはずなんですよね。お前、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 6分の π や。そしたら、
ログ2だけ残った。え、ログ2になったんすか？え、だって1たす1がログ2になったんですか？うん、花尾さん、なんすか？見てください、今僕ら考えてるのログ1たす1です。ログ1たす1がログ2であることが分かりました。てめえ、何遠回りさせてくれてんだよ。でそのログ1たす1はどこから出てきたかっていうと、はい、1たす1を変形したらこれになったんですよ。で、両辺の自然対象を取って計算したんですね。そしたらログ2が出てきたと。ログ1たす1は別に勝手にお前が出てこさせたわけね。で、その方が計算しやすいなと思ったからですよ。お前の脳みそなんではね、はい、相当頭が悪いようだ。よってログの1たす1イコールログ2であることが分かった人がいるわけ。はい、つまり両辺自然対数を解除するとみたいな感じですね。そういうことです。対数関数をだって1対1対応ですからね。なるほど。でんがんくん、でんがんくんが完全に気絶してますけれども、でんがんさん返事がない。ただの近ぶれのようだ。なんて、ごめん。帰着にかかるわ。ああ、じゃあやります。僕、はい、ということで現状の僕の成果ですね、発表するとですね、ログ1たす1がなんとですねログ2であることが分かりました。つまり進数条件より、まあでもあれですけどね、1たす1が正であることはこの辺で言ってますけどね。そこ使おうとすなお前。じゃあもう言ってまうで、これ違う。いやでも対数関数が単車である証明した方がいいんじゃないですか。待て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 、習ってねえんだよ。いや、単純単調増加であること言えばいいんですよ。おー、ログ X が、はい、また Y イコールログ X について、 Y ダッシュイコール X 分の1、そうやな、まかっこ X が0より大きい、ここで増減表を書くとさずより Y イコールログ X は単調増加よってログ1たす1は1対1対応でログ2と言える。したがって以上より、お以上よりきたー。1たす1は2。はい、しゃーやったー、 1+1 が2だと言えたー。なんかマジエベレストにでも登った気分やわこれ。ほんまそうやで、マジやから、ほんま88分。いやこれ伝わってほしい、これこのヤバさ。改めてスタイティストでね振り返っていただきましょう。はい、はい、まずこちら 1+1 が、サインになりまして、サインオイラーの公式がありまして、積分がありまして、ウィー1足す1。公式変形繊細やん、お前ほんまちょっとやばい。 4.9 分の 9.8 っていう窮地に追いやられてしまった。28分の56分通分しました。電気振動における時刻と捉えてみる。例えば例えば A が0から3であることを言ってることで、こうやってこうい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 って、これマジで何重労しとるやつと変やな。ログ 1+1 がログインであることが分かりました。こういってこういってこうなってこうなってこういって、で最後にログに行ってニート。すごい、ギネス記録得たいこれ。いや本当に新手の耐久企画ですよこれ。はい、全体像はこんな感じでーす。すっげえ、やば。これでもさ、マジな話、良い子は真似しないでねじゃない。良い子ほど真似しない。良い子ほど。暇人東大生は真似してもいいよぐらいやなこれ。東大生逆にやらないよ。俺らぐらい。程よくバカなやつ。でも1個推しポイントとしては、
高校数学のほぼ全ての分野もねじ込んでます。いやそれな、割と頑張ったよな。結構な分野をねじ込むように努力したもんな。というわけで、まあ、理系が 1+1 をね本気でやったらここまでできるということがね証明されました。やっぱ 1+1 をね安易に2と見てしまわないように、本質を見るようにすることが大事だなと思います。まあ、一番本質からずれてたの我々さんそう、つまりこれは、これ作品名はこれは俺人生なんじゃないかなっていう。人生ってやつを分かってても寄り道するというかね。だから人生を支えてくれるお供がインゼリーってことですよね。間違いない。そういうことやな。まあ、というわけでね、今回は、森永製菓さんのねインゼリー、エネルギー、ブドウ糖との、タイアップ動画になっております。ありがとうございます。いや、でも夜中めっちゃ助かった。マジでお世話になりました。夜中マジで助かった。はい、というわけで概要欄にね、URL 貼ってますのでね、よかったらチェックしてみてください。はい、というわけで以上、照明終わり QED。